お、なにこれ、え、オーリンズやん、これ幸せの黄色いスプリング、オーリンズやん、最高です、すげえ最高です、飛ぶぜこれ何ちゅうってやっぱりノーマルと全然違います。ちょっとこっちで解説をお願いします。解説は難しいですよどんな感じですか。やっぱり動きしっとりします。滑らか、違和感なし、はい、動きがめっちゃ滑らか、だから硬いっていうんでもなく、なんだろう、しっとりしなやかに、そんな感覚で言うとそんな感覚、動きがもうダンパーとかそのベアリングとかのあれが しっかりする感じなんですよね。全然、まあ多分誰でも乗ったら分かるんちゃいますかね、違いはね、さすはね、もう絶対分かりますよね、ちょっとこう質問でこう動かしてもらっていいですか。動かしますか。これで今一番緩い柔らかい状態ですか。いやいや、まだ柔らかくなりますね。あと動きスムーズですね、動きがね、ちょっと回したら一発で、あのそれ締めていったらだんだん固なる感じです。固なる感じです。これでこれ、ああダメちゃいますね。これスプリングですか、ダンパーですか。ちょっといったら、あ、全然違いますね。全然違う。これダンパーですか。これはプリロードで、はい、あの要はここがちょっと長さが変わって、あ、バネにかかってる圧力が変わるんですよ。なるほど、はい、プリロード調整ですね。だからバネは固まる感じですよね。そうあ、はいはい、あ、まあ、難しいんですけど、ね、動きがねやっぱり違いますね。動きが滑らか、硬くなっても滑らか。さすがオーリンズやな。戻り方がね全然違うから、煮詰めていきます。調整ね、アジャストできますか。こことここで、このリンクみたいなのもこれ変えたんですか。これですか。はい、Kファクトリーのスプリングプレートです。え、なんすかそれ。プレート、普通ここも普通の、はい、あの黒い鉄板のやつですけど、はい、これもアルミのやつ。軽量化ですか。軽量化もあるし、まあ、結構厚みもあるんでしっかりしてます。ああ、今日の剛性アップ、強度も上がってますよね。剛性アップですかね。飛ばして置いていかんとってください。今日は安全してね、まだあれでしょ、安全週間でしょ。あ、そうそうなんですか、ね、ゆっくり走ろう。もう清やかあれですか、イライラするぐらいゆっくり走ろう。